おめでとうございます。おめでとうございます。お座りください。皆さんが入学してくるのをお兄さんやお姉さん、そして先生方もワクワクしながら待っていました。さあ、いよいよ岩岡小学校1年生の始まりです。明日からみんなと一生懸命勉強したり仲良く遊んだりして、岩岡小学校での学校生活を楽しんでください。そこで、校長先生から1年生の皆さんに2つのお願いがあります。1つ目は、元気な挨拶です。朝、学校に来た時の挨拶は、おはようございます。ですね。それから、名前を呼ばれたら、はいと元気よく返事をしましょう。また、友達に助けてもらったり、何かしてもらったりしたときには、ありがとう。そして、悪いことをしてしまったときには、ごめんなさいと言いましょう。ありがとうとごめんなさいは、みんなの心を温かくする言葉です。二つ目は、自分のことは自分でできる子になってください。夜は早く寝て、朝は自分で早く起きましょう。朝ごはんをちゃんと食べてから学校に来てください。着替えも勉強の準備も自分のことは自分でできるようになりましょう。生活を送り、地域の皆さんと大きな声で
把握してくれることを期待しております。入学おめでとうございます。皆さんは今まで幼稚園や保育園で楽しく過ごしてきたと思います。今日からは湯浅小学校の新1年生になります。新しいお友達と仲良くして、先生の言うことをよく聞いて勉強したり遊んだりしてくださいね。皆さんが楽しみにしている給食も教室の掃除もこれからは自分たちでやらなければなりません。最初はできるかなと心配かもしれませんが、先生たちや上級生のお兄さん、お姉さんたちが優しく教えてくれます。Thank you.
一度礼。したいです。これから岩岡小学校で1年間学ぶんですけども、どんなことやっていきたいですか？お願いします。ウミガメの放流とか、一輪車とかが楽しみ、はい、あとあここに来てもやれるけど、はい、ロケットの発射がどうしても見たいです。はい、ロケットも楽しんでね。ここの校庭からよく見れる、はい、鉄棒の上に座ってるはい、ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。これから1年間、岩岡小学校で、過ごすんですけども、岩岡小学校でやりたいことなどもちょっとお願いします。はい、期待もポイントお願いします。はい、はい、どうぞ。はい、今日はこのようなお式を、心温まる式を開いていただきありがとうございます。はい、やりたいことはね、みんなに剣道は、ね、一回忘
あ、そう、そうだね。剣道頑張ってね。はい。はい、やりたいことは何かな？一輪車。一輪車。はい、ね、頑張りたいね。はい。お父さんお願いします。じゃあ子供にいろんな経験をさせていただけることありがたいと思ってます。よろしくお願いします。ありがとうございます。一輪車楽しんでください、ね。はい。ありがとうございます。これからどうぞよろしくお願いします。します。ありがとうございます。